豊島秀則は、日本の文学者。博士。国学院大学名誉教授。専門は、中古文学や中世文学。特に物語文学、和歌文学、日記文学を研究。広崎学院大学学長。広崎学院短期大学学長。群馬女子短期大学国文学科教授。国学院大学教授を歴任。北海道生まれ。千葉県阿弥子市在住。 国学院大学文学部卒業。1976年度大学院文学、研究科博士家庭単位取得大学。1976年国学院、大学久我山高等学校専任講師。1979年広崎、学院大学文学部専任講師。1982年度文学部助教授。1990年度文学部教授。 1991年、弘前学院大学学長、弘前学院大学短期大学学長、同地域総合文化研究所長。1996年、群馬女子短期、大学国文学科教授。2003年、国学院大学文学部教授。1973年、短歌詞、コスモス入会。 1971年から1998年、青森県立郷土館民族調査員1996年、青森県市編纂民族部会専門委員。1996年、儀礼文化学会幹事運営、編集委員。2012年12月、阿孫子市教育委員。2013年、儀礼文化学会事務局代表。3月、 弘前学院大学、短期大学企業、第23号10月、国学院雑誌第106巻第10号国学院、大学研究代表者報告書、現時物語本文の再検討と新定言1、研究代表者報告書、現時物語本文の再検討と新定言2、研究代表者報告書、現時物語本文の再検討と新定言3、 研究代表者報告書、現氏物語本文の再検討と新提言39月、平安文学研究第2号国学院、大学大学院研究代表者報告書、現氏物語本文の再検討と新提言4、研究代表者報告書、現時物語本文の再検討と新提言。4、研究代表者報告書、現氏物語本文の再検討と新提言4研究代表者報告書現氏物語本文の再検討と新提言4 研究代表者報告書。源氏物語本文のデータ化と新定言1。研究代表者報告書。源氏物語本文の再検討と新定言1。総刊号国学院大学王朝文学研究会。研究代表者報告書。源氏物語本文の再検討と新定言2。研究代表者報告書。源氏物語本文の再検討と新定言2。研究代表者報告書。 源氏物語本文の再検討と新提言3、研究代表者報告書、源氏物語本文のデータ化と新提言4、研究代表者報告書、源氏物語本文のデータ化と新提言5、研究代表者報告書、源氏物語本文のデータ化と新提言5、ありがとうございます。